直江さんのメールに夢は行動で変化するって書いてあったよね。だったら私たちが行動して変えちゃえばいいの。ラプラスメールで山手線から出られないって言われたのも、教師にそうやって言われたのも、全部嘘にしちゃえばいいのよ。全部は嘘にするか。あは、ねえねえ前もすげえこと考えるな。確かに余命表示もラプラスメールも同じ未来予測のプログラムから算出されてるはずだ。とすると俺たちの余命はラプラスメールの事実が起こる前提で算出されていることになる。これだけの的中率を誇る演算だ。相当精密で膨大な処理に気概ない。ちょっと考えが難しい方に飛びすぎだって。ああ、悪い。でも、大事なことなんだ。計算式ってのは、精密であれば精密であるほど、たった一つの機械が結果に大きな差を生じてしまう。つまり、もし俺たちがラプラスメールの事実を書き換えることができさえすれば、すべての演算結果は無意味になり、表示された余命にも大きな影響を与える。それって今日死んじゃうのを回避できるってこと？やったじゃん。まあ別の演算から同じ結果が導き出されないとは限られないけどな。基本的には変えられると思っていいんじゃないか。本当にできるのね。あ、なんだよそれ。こ自分で言い出したんだろ。だって私はさ、そんな細かいことまで考えたりしてなかったから。ああ、いいんじゃねえの。その方がそでこらしいせ。よし、なんとか出口を探して、この閉鎖から出て行ってやろうぜ。あのメールのうち、どれか一つでも嘘に聞きまえば、俺たちの余命を否定することができるんだからな。いや、早く行こう。沿線の閉鎖って言っても、どこか一箇所ぐらい、絶対に抜け道があるはずだよ。ああ、あとさ、警察とか自衛隊にも気をつけた方がいいな。どうしてよ。ねえねえ前の言う通りだ。駅前にいた自衛隊は青山霊園の爆発を調べてるって言ってた。もし取り調べとかされたら本部を取り上げられてしまうかもしんない。うん、わかった。やるしゃ注意して行動しようね。本部は悪魔の存在を検知すると遭遇危険を促すため、移動先にバトルの表示を表示します。この戦いは基本的回避できませんが、一部の戦いは途中で逃げ出すことができることがあります。こんなところにも悪魔が。放っておくとみんなが危険だ。俺だけで倒しておこうぜ。フリーバトルは撤退できます。危険と感じたらバトルを抜けたいときはシステムメニューを開き撤退を。炎が弱くて雷が耐性ついてるから下部さんに攻撃すんのはアズいや関係ないわ。
次の行動のみ威力、移動力が1になります。状態回復スキルは回復できません。出力スキル、妖精人道で動き可能です。
やばいな、回復キャラがいい。やられたの結構おっきいぞ。負けた、やばい。なるほどな、こまめにセーブしとかないといけないわけか。スキップとかはなさそうだな。
一体いつになったら出られるんだよ。安全の確認が取れ次第閉鎖を解除します。それ海藤さん、すみませんでした。ああ、鶴尾の知り合い、ダイモンズって悪魔のことでしょう。ダクソデコは悪魔はデーモンだろう。ダイモンは守護神って意味だよ。渋谷ダイモンズは不良どものカリスマ的チームで、カイドはそのリーダーなんだ。渋谷じゃ有名だぜ。あ、そっか、 NMI 咲いてるね。まあ、カイドは面倒見がいいって渋谷じゃ有名だしな。うん、じゃあ話だけでもしてみるか。ああ、俺はカイドウだ。なんか用かよ。そんなの知ってたらとっくに使ってる。俺たちセンター街に抜けられなくて困ってんだ。ああ、やっぱりダメか。まあ、この状況だ。どいつも同じようなもんさ。他に用がねえならもう行くぜ。なおや、なんだ、何者だ、そいつは。まあ、こんな状況だしな。人探しぐらい手伝ってやるよ。そいつの写真とかあんのか。こいつか。赤外線通信で画像を転送してくれ。よし、オッケーだ。携帯が復帰したら、うちの連中に回しておくぜ。じゃ、またな。どうだ、カイドウの夢、見えたか。6だった。若言うな。ただの偶然だ。6日だって俺たちに比べたらマシじゃんか。うん。でも、何か悪い、締めっぽいことしてまった。じゃあ行こうぜ。出口探して、運命を変えるんだ。ナナミ、頑張っているか。新しい機能を組み上げたので渡しておく。このメールを受信に合わせてコンプのトップメニューに悪魔オークション、通称デビ欲が追加されている。おそらくオークションサイトからもメールが送信されているだろう。悪魔との戦いに勝利したとか切手に入る魔界の通貨マッカを知っているか。オークションにはそのマッカが必要だ。まあ魔界の沙汰も金次第ってやつさ。どうか生き残ってくれ。お前に会うのを楽しみにしている。悪魔オークションで米国営要素、東西と本来面倒な駆け引きを必要とする悪魔の契約交渉を代行する会員制オークションサイトです。出品者である悪魔は自らの商品として出品し、会員様は彼らと契約する権利を競売していただきます。落札後、契約を交わした悪魔たちは、会員様の心強いパートナーとなるでしょう。では、背徳的悪魔オークションで魅力を楽しみください。先にす。悪魔オークション何なのこれ、どういうこと。悪魔が自ら売り込んでいる。そうみたいだな。これで一つだけはっきりしたことがあるぜ。悪魔はずっと前からこの世界にいるんだ。そしてそれを知っている人間もな。なんでそう生きれるの。考えてもみろよ。オークションが成り立つには運営側や出品者だけじゃなく顧客も必要だ。俺たち以外に入札者がいるってことは、そのメールを受ける以前からオークションが存在したってことになる。そっか、そうだよね。でも、なんだかショックだよ。私たち何も知らないで生きてきたんだね。使ってみよう。そうだな、今日は何らかの理由で俺たちは殺される可能性が高い。でも、このサイトで強い悪魔を味方につければ、生き残る可能性だってわかるはずだ。それで悪魔を手に入れて戦えっていうの。もうええだ。なんで戦わなきゃいけないの。生き残ると。うん、そうだけどさ、できるだけ逃げようね。逃げられるなら上に越したことはないよ。だけど逃げられなかった時は、その時は腹をくくるしかないだろうな。そうだな。ああ、オークションで何でもやって戦う力をつけてやるさ。